の修行を実際に生かしてみた視力回復法。よーろうそくにございます。こちらはろうそくが必要なんだけども、一つじゃ拙者、龍凪の前者、良き者の三平家我ら、服部半蔵忍者隊、ここに水産はぁー。三平殿、はお主覚えとるか、以前お主の管で、視力回復の動く絵巻を撮ったんじゃけど、無論我らにやったやつではないか。さようにございます。忘れるわけがなかろう。あの時、皆様に3つ視力の回復法を紹介いたしましたが、今回は実際にその3つを生かしていこうと思う。確かに前回は説明だけで足りなかったと思うでな。さようにございます。題して忍者の修行を実際に生かしてみた視力回復法。よそのままさよう。では早速一つ目から致すんじゃけども、ちっとまだ物が足りておりません。物がいる。なるほど。拙者が今から出します。お願いいたします。せーはっ。おー召喚いたした。これはろうそくですな。ろうそくにござる。こちらはろうそくが必要なんじゃけども、一つ目が暗闇の中で火を見つめ続ける。火を見つめ続けるというのが一つ目です。なるほど。じゃあこれ今まだろうそくに火がついておりません。今から拙者がつけてまいる。いくぞ。はっ。うわつけ申した。拙者のカトンの術。さすがにございます。でこれで準備が整い申したが、まだまだ暗闇の中で炎を見つめる上に、今明るいですな。そうですな。じゃからこの明かりを消してまいろう。いくぞ。あー暗くなりました。これで今もうこのろうそくの炎が見やすくなりましたね。そうですな。でこの状態 では実際に三平殿に出してもらう。かしこまりました。前に立ち申してこの炎を見つめ続けるというのはまずじーっと見つめ続ける。である程度じーっと見つめ申したら瞬きをいたす。きちっと瞬きをいたしてまたもう一度見る。瞬きをいたしてもう一度見る。これを繰り返します。こうすることによって視力を保たれ、そしてまた回復をいたすことができるんじゃ。どうじゃ三平殿。眠くなってしまう。眠ってんなら危ない。もうダメじゃ。眠ってんならもうこうじっと見つめ続けることによって、集中力も高まるゆえに、三平殿みたく暖かくなり申して眠くなってしまうものもおりやもしれんで気をつけてなっていうことじゃ。いや現世のためは火を見ると落ち着くと聞きますゆえ、それと同じ効果が今出申したじゃろう。いや拙者もこれ400年前ももちろんいたしとったんじゃけども、本人眠くなる、でこれ先ほど伝えるのを忘れておったんじゃけども、もしこれ屋敷にてこれをいたすときは火は誠に危ないゆえに気をつけて扱うんじゃよ。なるほど、大事ですな。それを伝えるの忘れとった。ああ、ちゅうことじゃ。では、二つ目は、穴の数を数える。穴の数を数える。さよう。で、これだけでは足りませんゆえに、先ほど三平殿に準備いたしてもらった紙筒、ちょっと出してもらってもいい？紙筒。こちらにございます。こちらに、あらかじめ三平殿に適当な数、穴を開けてもらいます。は、穴を開けました。で、まずこちらの紙筒をろうそくの中に通しをし、これで今明るいような消します。これでこの状態で拙者が穴の数を数えるんだな。さあどれほど穴の数があるみたいな。三平殿は知ってるもんな。一つじゃいくつ開けたんじゃ。一つしか見えんかった拙者。おお、なるほどな。で今拙者は一つしか見えんかったんじゃけども、実際じゃったらこの穴の数を当てるんじゃな。6つで。でそして成功いたしましたら次はまた穴の数を増やし、でまたこの距離を空けて穴の数を数えるという方法が二つ目にございます。3つ目、最後じゃ。三つ目は暗きところ、明るきところを行き来する。ほう。どのように致すかと申しますと、今これ今明るい状態ですな。この明るい状態から暗くいたしまする。暗くなり申した。これで暗くなりますると、人の目というのは目が慣れてないのに真っ暗の状態じゃと何も認識ができません。だけどもじーっとこの暗闇の中で物でござったり人を見ておくとじわーっと見えてくるわな。
徐々に徐々にですよ。それでチートばかしずつ目が慣れてくる、うん、でその目が慣れてきたと同時にまた明るくいたしてまた眩しくなっておるわな。でこの状態でまた明るき中で目が慣れてきた時にまた暗くいたしてまた同じことを繰り返す。なるほど。これをいたすことによって、まあ、視力が保たれまた目の回復視力の回復をいたすことができる、うん。ということで本にこの3つはもう我ら400年前からずっと鍛錬をいたしているというふうに、まあ、現世ではさまざまな視力の回復法がございます。遠くを見たりだったり、あのあれを食べたりになっちゃったり、あのブルーなベリーですよ。ブルーなベリーを食べたりとしてこう辿ったりとか回復をいたしたりしとるんじゃけども、我らはずっとこれやっとるゆえに、ぜひとも皆さんも屋敷でこの視力回復法を試していただけるとありがたいですね。ではこたびのこの動く絵巻視力回復法、まことにためになったよっちゅうものはチャンネル登録高評価お願いいたします。お願いいたします。ではこたびはここまでじゃ。さらばじゃ。さらばじゃ。よし、再挑戦しよう。火には気をつけるんじゃよ。